どうも、シンプルでカジュアルのロールです。サフティー！はい、これ、ジムリーダーの切り札統一信用地方編やっていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。もう、ダイヤモンドパールの世代ですね。この第4世代。あー、そっか。我々が小学校高学年の時ですね。あー、そんなもん。5、6年ですね。あ、5、6年の時期か。もう、買う人、買わない人で分かれるね。そういう学年になりますね。あ、確かに。俺は多分、買ったか、買ってないわ。買ってないの？いやもうその頃に野球しかしなかった。ああ、野球少年、もう天然野球バカ。ゲームのことはね、うわすごいね、やってなかったね。俺やってたよ。お前やるった？うん、パール。ああ、ほんと。俺もちなみに多分初めて買ったのパールだね。あ、そうなんや。その時は買ってなかったと思うけど。あ、そうなんやね。そうそうそう。パールはでもね、なんか中学でまたポケモン復帰するんやけど、うん、それまではちょっと一旦封印したけん、最後のパールやったね。一旦最後のパールやった。一旦最後のパールやった。確かプラチナとか行ったことないもんな。やったことないね、うん、しかもなんかね、まだ小学生、まだポケモンしよるとって言われる。あ、そういう時期か。そういう時期。ちょ、時期の話はいいよ。あ、オッケー。とりあえずね、キープしてたね。先発ローズレイド、カプコケコ読みで。ローズ。はい。で、ルカリオがこっちいるんで、まあ、うん、ギャラドスが出てくるかなと思いますんで。なるほど、ギャラドス用に。で、ズガイドスとムーマージュを添えていきたいと思います。その性質かよ。さあ、出陣さ、対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ、この信用切り札統一出陣ということで、うん、先発ロズレードもやってもらいました。あ、はい、やってました。はい、こいつ厳選しましたね。メザッパを変えました。はいはい、何ですか？メザッパ降臨しました。あ、はいはいはい。メザッパ炎はいたんですけどね、うんうん、以前テクニシャン統一でロズレードはもう出てるんですけど。あ、はい、うん、今回メザ降臨にしてですね、グライオンにもちょっと打点はある。ありますね。ただ守るしてくれると読みました。だから眠り粉打ってます。ああ、なるほど。メザー氷ねえんだよって。ああ、メザパ打つと変えられるんで。なるほどね。ああ、はいはいはい。でウルガモスとかちょっとしんどいんで。なるほど。ああ、ここで眠り粉出して、ああこいつなら大丈夫やと思わせたところに上からメザー氷打っていって、グライオン一発で仕留めるっていう形を取る。いける？いけます。ローズレイドいけんの？だってテクニシャンだからね。いや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 、でもやな、威力は、おお、まあ、60の 1.5 倍、90の4倍なんで360。あー、そっか。はい、240と360、確かに全然違う。120力違うけど全然違いますからね。あー、そっかそっかそっか。これはもう一撃で持っていけますわ。はい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 。はい、そしてウルガモスラスト1体。うん、そうっすね。ルカリオじゃなければズガイトスで抜いていけるかなっていう形が取れます。なるほど、うん、ここはどうするんでしょうか。ここは超能前警戒で眠り粉打ってきますが、さすがに、まあさすがにか、眠り粉見てるんで。そうですよね。うん、超能前警戒。これはバイバイかな。これはバイバイですね。さよなら、ありがとうございました。ありがとう、いい仕事十分ですよ。これでかなり通るポケモンがいるからな。はい、ここでムーマージーからいきましょうかね。ムーマージーから、はい。ムーマージーを残したところでダメですもん。あー、最後の、うん、あれではできない。こいつサポート要員なんで。あー、そっかそっかそっか。はい、じゃあ補助輪ですね。あ、補助輪大事よ。ズガイトスの補助輪。補助輪自体は覚えてね、記憶ねえな。記憶ないね。うん、俺も記憶ないけど、めちゃめちゃこけた気がする。どのタイミングで補助輪外れるの？わからない。でもそれわからんかったら、お前子供できた時にお前、うん、補助輪外してやるんじゃん。そろそろかなって思っちゃね。こいつのボディバランスに磨きがかかってきたな。そろそろかなって。そろそろかって思うと、多分野球しとったら俺たちだったらわかると思う。ああ、なるほどね。うん、体感が全然違うってなる。ああ、絶対わかると思う。絶対わかる。あ、ちょっとこいつもストレートいけ、変化球覚えさせようかなって思う。わかる。わからない。それと一緒かなと思いますけどね。あ、はいはい。ちょっとウルガモススカーフでしたね、なんか上取ってたんで。うんうんうん。ムーマージが105族なので、うんうん、ウルガモスが対象100族、うん、ムーマージョが上取れるはずだけど、火炎放射が映ってたんで。なるほど。うん、これはですね、うん、スカーフですね。これはスカーフですね、確かに、はい、ここは置き土産して、ウルガモスを退場させていきましょう。はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。あとは子供がよく頑張りました。あ、なんだお前は今日。子供はよく頑張ります。バラバラバラって言っとる。寝不足はね、やっぱ、噛み癖がね、ひどくなりますね。あ、まあね、意識が朦朧としてきてね。はい、うん。全然寝てないですね。なんで？なんかね、ちょっとサンプル見すぎたね。サンプル？うん。DMM の？うん。サンプル見すぎた。お前さ、はい、寝てねえって言うな。それは。え？この世には本当に寝てねえって言っていいやつと、うん、寝てねえって言っちゃいけんやつ。でも寝てないもん。寝てねえって、いや、寝てねえって言っていいやつって。寝てねえって言っていいやつの一人目は、はい、子供のために学費を稼ぐために朝も夜もちゃんと働いてて寝てません。いや、これは言うよ。子供のためにね、子供の好きなことやらせるために、うん、
グローブとか野球とかでね、うん、お金を稼ぐそれありますわ。なんかお前 AV のサンプルゲーム忘れてねえよお前。いやーでも男は誰しもあるでしょ。寝れよ、ね、睡眠時間削るほどはねえやろ。いやちょっとルーティン化してあ、でもねこれに関してはね多分ねこれプライドで、うん、コメント欄では多分ね、うん、いやそんなことねえやみたいな、うん、プライドでが邪魔して言ってくる人おると思う。なんのプライ男のプライドだったら胸を張って言え。いやそうじゃなんかいや自分はそんな見てないですよみたいな、うん、プライド持って言う人おると思うけど多分やってる人おる。いや絶対おるよ。だってここにおるし、ね、大学の友達もおったよ。あマジでサンプル動画で、うん、どれにするか決めるのに。いやなんか寝る前にそれを見るのが習慣づいたんだけど。いやいやいやっていうやつがいます、ね、なるほどね。一人暮らししたら分かると思う。あもうやることなさすぎる。あそうなんや。そうやることなさすぎるって言うとやることなさすぎる。しかも全然寝れん日ってあるよ。全然寝れん日 何したらいいか分からんけどとりあえず見るっちゃ。いや俺無理やり目つぶるな。無理やり目つぶるの辛くない。いやつれえけど仕方なくね。いやでも辛いからこそ。あ今立ち上がれ。薬かな。いい薬ですよ本当に。薬の話ですよ皆さん。まあそれがねちょっと副作用で噛み癖がねひどくなってるっていうところありますけど。はい。もうえらいポケモンから退いてました。はい。まあ気づけばこの頭蓋骨が煮立てしてるっていうね。いや半端ないね感じですね。これ進化前っすよ。進化前なんですよ。おやっぱモロハの頭突きは強い。威力150でタイプ1で打てる。確かに。ただね反動が反動がもう2分の1ぐらいかな。まあ仕方ないけど、うん、もらっちゃうんで、ただやりました。素晴らしい。これは素晴らしい。 Z にすることによって反動も1回防げるっていうね。なるほどね。うん、1体持っていって2体を頭蓋骨で持っていくっていう、ね、6カット積んでしまえばまあ3体強いのもあるよっていうね。そういうことですね。はい、まあ、ちょっと運にまがちょっとあれでしたけどね、うん、はい、大変ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お待ちをしました。木さん、対戦よろしくお願いします。これは、基本の木じゃないか？基本の木かもしれんし、気持ちの木かもしれんね。いや、その後者何？病は木からって言いますからね。ああ。やっぱ僕の噛み癖もね、気持ちの問題かもしれん。ああ、その気持ちの問題かもしれんね。気持ちの問題かもしれんから、噛まないよって頑張っていく。どうするお前、プロポーズの時にさ。ああ、やばいね。結婚してくださいのところさ。うん。緊張しすぎてさ、うん、ブブブブブブめっちゃおしゃれなレストランで指輪出してブブブブブブブって言ったらお前俺ケモ言えんの？えってなる？どうしたの？どうしたの？って言われる。どうしたの？俺5年後ケモ言えんの？ブブブブブってお前ブブブブブってそれこそなんかサンプルやないかお前。ブブブブブブうるさいな。全然サンプル見とったお前まだ。ちょっと選出するわ。あ、そうね。早速選出するわ。あれで強そうやもんな。先発はトリデプス。トリデ。ちょっとこれはね無理そうなんで。とりあえずトリデプスで頑張っていくしかないですね。とりあえずメタまで飛ばすみたいな。そういうことです。切り札で。うん、で、ルカリオはね出したいんやけどね、このパーティーエースなんだけど、うん、コケコおってマンダおって月光がおってギルガルドおったら出せんね。うわすごい止まる。うん、バチバチよ。だからレントラーかズガイトスでいきたいけど、うんうん、ズガイトスでいきます。さあ岸さん対戦よろしくお願いします。お願いします。木星か分かりませんけどね。木刀の木かもしれんし、うん、気持ちの木かもしれんし、何の木かは分からんけど基本に忠実の木かもしれんし、うん、まあこれが分かったところで、うん、何のメリットもないんでやめますけど。おい言葉失うなよ。お前隣のやつにお前言葉失わせんな。ビビったマジで。何も言うことなかった。いやこのトリデプスね、ちょっとメタルバーストなかなか決まらない。本当に読まれない。あ本当に読まれる。それしかねえもん。うん、相手依存の技なのねメタルバーストって。ただいやでもしんどいんで、うん、メタルバースト打つしかないです。トリデプスな。うん、ガラル来るかな。あ、来た来た。ありがとうございます。頑丈なんで絶対耐えます。ありやす。頑丈なんで絶対耐えます。はい。でメタルバーストで一体持っていく、うん、どうせ命の玉やろ。ありやす。うん、どうせ命の玉。ニノクイーンはね。うん、おいタスキにするんやったらニノキングでいいかな。チョッキもあるんじゃない。チョッキ、あーチョッキね。ヨロが使いよった。あーチョッキがあった。チョッキも強いですね。うん、だから玉が主流かなと思いますけどね。なるほどなるほど。はい、ボーマンド来ました。お役ごめんですね。そうね。うん、岩石封じって嫌やな。ね、ボーマンダが最速だった時点でもう試合は終了してます。え？はい。え？うちのパーティーちょっとボーマンダ耐えれるポケモンいないんで。いやまあけど仕方ないよな。はい。新王やもんだって。新王なんですよ。新王のポケモンたちをメタった。うん。それだけにジムリーダーの方たちがね。そう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 。剣の方からポケモン配布されて。そうなんよ。い
やっとわけやけん。しかもボーマンダはあん時おらんかったけんね。あ、そっか。うん、トレーナーがボーマンダ使うとかなかったけん。確かに。ボーエン1個前の世代やからね。やけそうやけん、もうこれ想定外の出来事が今来るけん。想定外なんすよ。え、なんで。あ、イバンのみか。ああ、え、うん、食べた今。食べた。あ、食べた。うん、びっくりした。おお、びっくりしたね。忘れとった俺も。こいつ何やったっけとか。2番なんや。あ、弱点保険じゃなかったっけとか思ってる。まあ大丈夫やった。危ねえ。危ねえな。あ、でもこれでかいぞ。これでかいね。これで上からブーマージが最速でもいいや。うん、上から電磁波打てるようになりましたね。そっか、絶対電磁波を入れないとダメなのか。そうなんですよ。フルだな。まあ仕方ないな。ギルガルドは絶対おると思う。うん、ルカリオ入れは絶対ギルガルド出すもん。そうね。ああ、うん、マジで止まるんで、うん、剣舞自身とかがあればね、そうでしょ、ギルガルド突破できるんですけどね。はい、引っ込めベンジ。まあそれは引っ込めるわな。ギルガルド OK。ギルガルド OK です。 OK です。 OK ですか。ここは電磁波がしっかりと通ってほしい。 OK。 これはまだあるぞ。まだあるの。まだある。ちょっと確率としては薄いけど。へえ。ただ4分の1の確率で勝つ。あー、昼目は昼目って。いや、まあ麻痺、そうだね、しびれで。あ、勝ちたいなって思います。しびれの確率が上がれば。ロックカット1回詰めば。そうですね、ボーマンダは抜けます。岩 Z で飛ばせそう。岩 Z で飛ばせると思います。ただギルガルドどうやって飛ばす。あ、ギルガルドどうするんですか。もうブレードフォルムでキングシールドしたいけど麻痺したって。そこに Z ぶち込むみたいな感じですね。ボーマンダは普通にモロハの頭突きで飛ばせると思うんで。どうしたその笑い。いやいや最悪や。なんだその笑い。余裕ですよ。ジムリーダーまでやってきて、はい、まあ身代わりもあるんでね、うん、稼げるとは思いますけどね。やることはお前麻痺狙い。いや、しょうがない。だってこれはしょうがないでしょ。パーティー的に仕方ねえよ。うん。じゃあ雪のを入れるって。いやいや言っとくけどさ、うん、仕方ねえよ。フローゼル雪のを入れるって。フローゼル雪のを入ってみよ。お前変わらんやん。変わんねえよ。万代の辛さは。どうやってギルガルド突破する。電磁波しかない。ギルガルの対処法に電磁波ってありますからね。あ、はい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 、うん、結構有効な手段なんで。ここ真昼読みに言わずってことですか。いや、普通にここは身代わりだってロックカットしないからね。あ、そっか、一回ロックカットすると。うん、どっちみちこの道か。ギルガルで突破したところでだからね。なるほど、ね。うん、頭蓋トスはマジでこれでも攻撃種族値120あるんで。あ、マジで125かな。120が125あったんで。ランパルドは165ぐらいじゃない。やばっ。そう、進化前にしてこの火力ね。バケモンじゃん。すごいですね。すごくない。すごいよ。ナックラもめっちゃあるじゃん。ナックラも意外にあるね。ビブラーバより全然あるもんね。ああ、うん、頭蓋トスがまあ125。はいはいはい。うん、まあ1個進化で、うん、この数値はやばいっすね。確かに。小6で170cm ぐらいあるかな。小6で 170cm もあんの。相当すごくない。それすげえよ。相当すごいよね。ただここから伸びるかって話だけどね。うちのチームおったな。おったな。おった。うちの野球チームめちゃくちゃ強くて、あれ絶対プロ行くって思ったもん。なんか金メダルを総なめ、優勝しまくって金メダルを総なめしてるというのは、うん、少年野球のチームにいたんですよ。いや、あの代ね、強かった。あのエースの身長小6で165。うん、マジバケモン。球速123。いや、バケモンだから。マジでバケモン。小学生でマックス123でジュニアホークスいたからね。ジュニアホークスおったね。うちのチームから2人ジュニアホークスにいた。いや、マジで強え、うん、俺はそれを見とった。キャプテンとエースがいったもんね。いや、そう、やばかった。強かったぞ。指を加えて見てました。俺もよ。ああ、お前もか。ファーストから指を加えて見よったよ。いや、でもすごかったな、あれは。すごかった。でもそれぐらいのレベルやからね、うん、この頭蓋とさ、うん、うん、周りにいるんじゃないですか、皆さんも。あれ、あ、そっか。これはラッキーやね。身代わりちょっと嫌ったかもしれないね。ああ、うん、落ちんやろ言うて。うん、そうそうそう、パターンね。さっきのモロハの頭突きのダメージからしてちょっと安心したかもしれない。なるほどなるほどなるほど。うん、やっぱ麻痺もあるんで、うん、ちょっと悠長にキングシールドもしてられんと。なるほど、思ったかもしれないね。はい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 、はい、ここで Z、 これは飛びますよ。ドン。さすがにね、120から繰り出される岩で。はいはい、これは完璧でしょ。いい。うん、今一つであの HP 飛ばすか。しかし、そうっすね、そうっすね、すごいよ。うん、まあブレードフォルムとはいえどね、今一つを強引に Z を持っていく、うん、そしてボーマンダ。そう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 、素晴らしい。こいつね、半端な抜群技じゃ飛ばんからね。確かに。うん、ただ頭蓋としたモロハの頭突きは別。え、これいく。まっ、強っ。ら強っ。これやマジで強い、頭蓋とす。わあ。これ反動で死んだらどうなるの。
ハンドル死んだよ勝ち。あ、勝ちない。ハンドル死んだよ勝ち。はいはいはい。ルビーサファイアはアルファルビーじゃない。オメガルビーサファイアは負け。あ、やった気がするけどね。なるほどね。うん。うん、そうなんですよ。あ、先に落ちた方か。うん。はいはいはい、はい。ただモロハの頭突きでね。うん。うん、勝ちになった。うん。仕様になりましたんで。はい。まあでも最後かな。頭蓋骨で活躍するの。まあさすがにね。ああ、まあ来シーズン、来シーズン新作は分からんけど。そうですね。うん。まあということでね、まあ第2のポリゴン2みたいな感じで、はい、頭蓋骨活躍することができました。はい、ありがとうございました。した。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラサンムーン最終シーズン、最後まで走り抜くぜ。ウルトラな高評価よろしくお願いします。